はい、皆さんこんにちは、 MG でございます。本日もですね TBS やってくんですが、ちょっと前の動画にスローできますよ MG さんといったコメント本当にありがとうございます。やっぱねコメントいただけるっていうのはねすごく嬉しいので、まあ何かね新しい発見などあればまたどしどしコメントいただけるとすごく嬉しいです。ということで今日はですねまたそのスローを使っていろいろ遊んできたいんですが、やっぱね今日はダークペザントをねスローを使った状態でバグらせたらどうなるか、あとはですねチキンマンマンがバグると背景空の部分にチキンマンマンがビヨーンって広がるんですね。それをスロー使えばちょっと抑えられるんじゃないっていうのがですね、一応ツイッターでまた連絡いただいたので、今日はですねとりあえずその2つをメインにやっていきたいと思います。じゃあ早速ねダークペザントとあとはバグを出してくれるスピアスロアですね、これは結構横に大きく広げてやってみたいと思います。では第一戦ですね、ダークペザント VS バグですね、スローでやっていきましょう。いや楽しみさあ始まりましたね。なるほどなるほど、いつも通りいつも通りの感じですね。さあここら辺から徐々にバグってくれると嬉しいなといった感じなんですけど、先に言っときますね、この声は編集で変えてるわけじゃないんで、全然こんな感じでスローになっても僕の声は普通ですあすごいな、立ってる立ってるダークペザントさん、ダークペザントさんいいですね、この感じいいですよ、ダックペダントさん素晴らしく面白いです、ダックペダントさん。さあここら辺からバグってる、もうバグってる、素晴らしい。さあダックペダントがバグった、本当にこれスローにしても僕の声はねスローにならないんでご安心ください普通に喋れます。なるほどなるほど、もう少しね前に進んできてもらえると助かるんだけれども、ここら辺ですね、ここら辺がね、やっぱりこのバグり方、ああいいね、やっぱ太ももとかに2本ずつぐらい刺さるともう完全に動かなくなりますね、素晴らしい。これさ刺さった本数でさあれだよね、単発火力とかさ調べられたら結構、ああまたブルってるブルってる、いやすごい、これスローにしてもこんなにブルブルしてますね、すごい、こんなバグり方するんだスローにしても、これは新しい発見ですね。まあもうねこれ以上やったところでダークペザント負けて終わっちゃうっていうのがオチなんで、いや素晴らしかったです、面白いですということでですね、次続いてはですねチキンマンマンですね、この人バグるとですね背景に広がるんで、それがどんな感じなのか見ていきましょう。いやこれがねすごいんですよ本当に。さあ刺さっていく、いいねいいね、お今弾いたよ、槍弾いたよ。さあまた刺さっていく、素晴らしい、よいよいよ、おーちょっとバグり始めてる、ちょっと1回目はスロー使わずにやってみよっか、おおいいね、いいバグり方するねチキンマンマン最高ですよ。ということでじゃあチキンマンマン一応2体出してね、どんな感じでバグるのかちょっと見ていきましょう。さあ始まりま、ごめんなさい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 、ちょっとねスローにしたくなっちゃったもんで、さあまた大量ネガ飛んでいく、さあ刺さっていきますね、もう右足が右足がバグってましたね、さっき右足のバグり方好きですよ。さあ背景にね、おお来た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 、このバグ素晴らしいですよ、この宙に浮かぶバグね、いいね素晴らしいよこのバグり方、おおいいですねいいですね、おおすげえすげえすげえ、さあこっちもこっちでいい感じにバグっているが、上も素晴らしいバグり方をしている、いやーすごい。さあまた1本刺さる、これね数調べたら単発火力ね分かりそうですね、ちょっとぜひ誰か視聴者さん調べてもらえると、おおあ震えてバグって震え出すと槍抜けないんだね、それでもなんかちょっと一部抜けてそうだったけど抜けないんですね、なるほどね、これはですねまた新しい発見です、ありがとうございます。いや、やっぱね、面白い。すごくですね、新しい発見が様々ある中でですね、やっぱりこのバグを使った遊び方っていうのがすごく楽しいです。これスーパーペザントだったらいけるのかな?ちょっと一回やってみましょうか。いや、これまたさ、槍がさ、出てないのに出ちゃう音がしてんだよね。バシバシバシって。これももう仕方ないですね。な、これ、すごいすごいすごい。おおすごいいい、かっこいいスーパーペザント、おおブルブルしてく、スローでもブルブルする、ちょっとね早すぎてねスローだとカメラで追えないですね。さあ徐々に足に刺さってきてるんで、もうそろそろ変なバグり方をしてくれると、ごめんなさいと嬉しいですね。わあすげえ、スピアスロアがバグった、
さあ、なるほどなるほど、ズサッズサッと引き殺していくスタイル。さあ刺さっていくが、刺さっていくが、まだバグりそうではないですね。うわあすげえ、スローの世界だとめっちゃ面白い。お、早い。いや、スーパーペザントはね、やっぱね、スローを使わないとちょっと早すぎてね、なかなか厳しいです。スーパーボクサーはバグるのかな、やってみようか。さあ、ここら辺で、スローを使う。さあ、刺さって、おっと、避けたー、避けたすごい、避けて、自分たちに当ててくスタイル、素晴らしい。今の避け方は素晴らしいですよ。さあ、バグる。スピアスロワーがバグるか。これは何に刺さっても、基本的にはバグりますね。なるほど。これ、ペザントっていう、まあ、一番のね、雑魚キャラがいるんですけど、そいつにもね、ちょっと次刺してバグらしてみますか。さあ、来たー素晴らしいバグだ、素晴らしいバグだ。さあ、今もね、またスピアスロワー震えてたが、いいね、このバグり方素晴らしい。おおおおおお、え、これさ、なんか震え出したりとかさしてさ、ブルブルブルってなったらさ、なんか当たり判定とか変わってるんですかね。またそれでなんかこう新しいバグっていうか、なんかこうダメージ系のバグとかあったら、ちょっとクリアできないストーリーモードなんかでは重宝しそうな気がしますね。じゃあ次はペザントをちょっとバグらしてみましょうか。さあ、ちょっと重くなってきたな。あ、ここはなるほど、ちょっと重くなってくるが、さあ、スローになって、おー、一体バグってすっ飛んだ素晴らしい。さあ、刺さる。うわ、すごいな。これ、ズサって刺さるときね、すごい押されますね。これはなかなか面白いぞ。さあ、結構刺さっていくが、いや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 、どんな角度で刺さってんね、どんな角度で刺さってるんだよ。いや、ちょっとね、あれですね、重くなっちゃうと、あの画質の低下が少しばかりありますね。ちょっとそこがね、気になる。さあ、またバグって飛んでいった。そして消えた。素晴らしい。なんとも素晴らしいですね。これですね、ちょっと最後の最後になるんですけれども、一つ試したいことがあります。それですね、チキンマンマン、そしてチキンマンからですね、生まれる鶏っていうのはどんな感じなのかっていうのをね、ちょっと調べてみたいので、ちょっと見てみましょう。お医者さん気分でね。さあ、じゃあまずチキンマンマンが生まれる瞬間っていうのは、あ、そうなんだ、ポッと出てきて終わるんだね。なるほどなるほど。ここら辺からポッと、あー、なるほどね、こうポッと出てくる感じなんだね。すぐパパパパパッと出てくるんだね。じゃあチキンが生まれる瞬間は、あ、チキンが生まれる瞬間もパパパパパッと出てくるんだね。ここら辺までね、多分動画見ていただいてる方っていうのはなかなかいらっしゃらないんでね、また今度の動画でね、いろいろしっかり取り上げていきたいと思います。なるほど、素晴らしいです。何が素晴らしいのかわかんないけど、さあ、チキンまみれ、チキンまみれ、さあ、チキンの大乱闘が始まっていく。これ素晴らしいですね。もうチキン大戦争、いいね。いやー、素晴らしい。これだけチキンがたくさん出てるとね、やっぱすがすがしいですよ。意外となんかチキンママやられないもんだな。さあ、残り1体、これで終わりでしょう。ただ石が邪魔して、意外とお、バグったか。え、これもチキンマンいないのにまだ戦闘が続いてる。あー、これちょっとバグったっぽい。いや、まさか木の上にチキンマン。これは新しいバグです。ありがとうございます。いやー、最後の最後でね、あんな発見をできると思いませんでした。はい、ということで皆さんは最後までご視聴いただきありがとうございました。今日はですね、スローを使っていろんなものを見てみたりだとか、ダークペザントのバグですね、バグってるシーンを、ちょっとばかしスローで見てみましたが、いかがだったでしょうか。次回もですね、まあぜひぜひ何か、また多分今の最後の最後のチキンマンマンのシーンやチキンマンのシーンっていうのはしっかり見てる方少ないと思うので、それをですね、しっかり前半で取り上げて、プラス、後半ではですね、また新しい企画っていうのも、やっていけたらなと思っておりますんで、よろしくお願いいたします。ちょっとね、見たいのはね、うん、やっぱりヒラリーとトランプっていうのはまだ取り上げてないんですよね。で、ヒラリー、トランプ、どっちだっけな、壁出るの。確かトランプだっけな。あれ、ヒラリーだっけな。あの壁が出てくる瞬間だったりとか、あとは、何があるかな。ネオンだと結構見たんですよね。あとは、ボックスガンのこう、ティーンって言いながら、こう、リングがね、シャコッと出てくる瞬間だったりとかね。ああいうところも結構見ていきたいなと思いますんで、よろしくお願いします。
はい、では今日の動画良かったって方はぜひグッドボタンとチャンネル登録も、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ということで、じゃあ以上 MG でした。また明日お会いしましょう。バイバーイ。